礼いたします。ありがとうございます。はい、私はですね、去年ちょうど今から言いますと10月の頃なんですけれども、ある決心をしました。私はずっとその鹿沼市で、30年ぐらい前からですね、子育てのことをずっとやってきたんですけれども、確かに今先生方それから皆さんゲストの方にいただいたようにいろんなグループを作ってきました。でそれはなぜかというと、自分の子供がやはりそこで育つためには、いろんなことが必要だっていうふうに思ったんです。もちろん住むところ食べるものこれ当たり前ですけれども、人間が人間らしく人として成長するためには心を育てる、その土壌がなくては絶対にいけないんだっていう思いがありました。で子育てをしながら、いろんなグループを作らせてもらったのは、一つは子どもたちの環境イコールそれはママたちの環境になります。ママやパパの環境になります。そういう子育ての環境が良くなることで、そして子どもたちが成長していく、その環境を持って大人になっていく、そしてその大人になった人たちがまた子育てをする、そういう循環のある街ができたらいいなっていう思いが一つありました。そして、この政治に関わろうと思ったのは、金崎先生も先ほどおっしゃってましたけれども、なかなかその民間レベルで物を申すには非常にこう時間もかかりますし、エネルギーも必要でした。ああ皆さんいいことをやってるんですねっていうその一言で、はい、私たちは一生懸命やっています、でも本当はもっともっと市民権を得たい活動をしているんですって言ってるんですけども伝わらない、そういう現実がありました。そして、私の子供ももう大きくなりましたけれども、その中でやはり、この子育ちの町をこの鹿沼をより良くするためには一つのこうラッチをつけてそこのところできちっと物を申すという自分でないといけないなってつくづく思っていました。で去年その10月にですね、主人に大事な話があるんですと時間をくださいっていうふうに一言言ったんですね。そしたら主人は何を勘違いしたか、1週間待ってくれっていうふうに言ったんです。何のことかなって思ったんでしょうね。私は本当にそこで決心をして、実は私は市議会議員に立候補したいんです、どうですかっていう話をしました。そしたら主人はえっていう顔をしたんですね。なんか離婚の騒ぎを離婚のこうなんかをこう聞い出されたんじゃないかと、そんなふうなことを思ったんじゃないかと思いますけども、いえいえそんな面倒くさいことはいたしません。私はもっとその前を向いて鹿沼市を良くしたいんだって、子どもの町子育ちの町にしたいんだっていう思いを伝えました。そしたら、はあ、いいんじゃないのって、でも選挙ってそんな甘いもんじゃないよって本当に心から言ってくれました。で主人は、15年前に一生懸命その政治の世界をやっていて、私もサポートとして自分はいましたけれども、本当に大変な世界をいっぱい見てきました。本当に苦労が多い政治の世界だなと思いますけれども、私は女性です。女性の視点で物を見るときに、もっとある意味違う形で違う角度で見られたら、違う形の施策ができたらもっと素敵かなっていう思いはありました。そして、4つのテーマを掲げたんです。一つは子育ちの町っていうところで環境づくり、特に鹿沼市はですね、未だにですね、児童館というものがありません。児童館と名の付くものは過疎児童館とか板間児童館と保育所なんですね。ですから18歳までの子どもたちがワン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 しながら集まるところはありません。で今フラットさんがそういう動きをされていますけれども、それもまたなんとなくこう何て言うんでしょうね、ちょっとやってみるっていうような状態なんですね。そうではなくて、今たくさんの空き店舗がたくさんあります。また
お店もどん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 こう今残念ながら神増しは空いていくところが多いんですね。そういうところをうまくリフォームをして18歳までの子どもたちが本当に縦割りでいつでもそこに行って遊べる、そして縦割りでいろんなお兄ちゃんお姉ちゃんたち 下は妹や弟たちがそこに集い笑い声の絶えないようなそんな児童館ができたらどんなにいいだろうって思っています。それからそこに集うのは若者だけではありません。きっとそこにはお年寄りも集って昔はこんな遊びをしたよって、あ子育て頑張ってるね大丈夫だよってそういう一言を言ってくれるようなお年寄りがそこにいるっていうたくさんの年齢の方たちがそこに集って会話ができるそういうコミュニティが新たに構築できたらいいなと思っています。それから、もちろんそこには高齢者の方たち のプロ界の方たちとの関わりが入ってくるんですけれども、高齢者と若者がキラキラ輝く街づくり、これも本当に大事なプログラムです。それから、今日は川崎さんにご挨拶していただきましたけれども、文化芸術の街づくり、これはですね実は神増市はたくさんの画家の方たちやそれから免許をやる方たち、それからコーラス、それから人形免許をやるプロの方たちやアマチュアの方たち、そして演劇のグループさん、劇団バッカスさんや有限空間さんがちゃんとおります。これは本当にこういろんなその心を作っていくことが大事だなと思っている方たちがそこで集って形にチームになってたと思うんですね。そしてその中で、自分たちの活動の表現をしているっていうところがあると思いますけれども、なかなかその施設の問題では本当に問題があります。文化センターの使用料の問題もそうです。ちょっとチケットを取るとですね、これは営業ですよなんて言われて3倍ぐらいの金額が跳ね上がります。そして稽古にしても前の日は本当に 本番ではない稽古をしますけれども、ゲネプロといいますが、そのゲネプロをしている間もお金が発生しますね。本当は市民側がですね一生懸命やっている活動ですから、それをサポートするのが行政の役目だと思っています。そういう点ではまだまだ神増市は遅れています。その他の市町村ではですね減免があったりとか、それから優遇がされています。そこのところを私は切り崩していきたいなと思っています。それから、文化センターがありますけれどもね、文化センターは劇場法というのでいろいろこう計画もされていますけれども、なんて言うでしょう、打ち上げ花火的なものが多いんですよね。そうではなくて、やっぱり市民の我々のような市民の皆さんとグループさんがたくさんこうやっているわけですから、そういう協議会をもっともっと活発化させて循環をさせて、そして市の予算も上手に使いながら子どもたちのこと、若者のこと、そして市内の良さもそこに加わったらどんなに豊かな町になるだろうかって、そんなイメージをしています。それから、心と体を作るっていうテーマなんですけれども、これはですね、私たちはもう私は57歳なんですけれども、もう中高年になってきますけどもね、誰でも年を取ります。そしていつかは命がなくなります。それはもうどんな人でもそうだと思います。そして私たちは本当に一生多分この町で過ごすとしたら、やっぱりこの町が豊かで、そしてみんなが顔を知っていて、そしてニコニコして、そして循環のある町だったら、それは豊かですよね。そういう町づくりを、そういう基礎を作っていきたいなっていうのが私の思いがあります。で、そうした時に、心と体っていうのは一対ですよね。心が病んでるとやっぱり病気にもなります。病気というのは、病の気と書きますよね。やはり心が病んでると体もどうしてもそうなります。でも心が元気だと体も元気になってきます。相互作用があるんですね。そして私たちはいよいよ100歳まで生きる時代になってきました。で、人間が20歳で成人式を迎え、そして100年ですから本当に長い間哺乳類としては長いところを踏みますよね。ですがこれはピンピンコロリでですね、元気でないとコロッといかないそうです。ですからやっぱり、ね、長くベッドにいることがいいことではないですよね。
私たちは本当にこれから、介護保険の問題とかいろいろありますけれども、やはり豊かで楽しく過ごせる、そして一生を終えるということが、心と体がそこで丈夫に育っている、健康に育っている、そしていろんなものが、心が豊かであるっていうのが、自分の一生の、人間の一生の一番の幸せかなって思います。そういう点で今までいろんなことをやってきた加藤なんですけれども、私はまだどんとこの馬の骨とも何ともなっていません。ですから本当に他の議員さんにとったらば、好きなことをやってきて今出てるんだろうって言われるかもしれません。ですから本当にそういう意味では一番弱い議員かもしれません、一番弱い候補者かもしれません。ですけれども、私は今まで子どもたちと真剣に向き合ってきましたし、そしてこの地域と真剣に向き合ってきました。何かない時があればそれを作っていこうって行動しました。そして行動する時には必ず仲間がいました。そういう仲間を信じてきて本当に良かったなって今自分は思っています。そこが今の胸の先生方とはない一番自信のあるところです。街を作っていくというのは、ただ単に道路ができた、橋ができた、建物ができた、そういうもので町ができていていいなぁとは思いません。そこに人がいて、活気づいていて、そしてみんなが幸せである、心が豊かであるっていうのが本当の町づくりだと思っています。そういう点では、私はまだまだ勉強しなきゃならないことがたくさんあります。狩場市の一般財源も出て1月頃で午後から出ていましたけれども、その中の教育費、本当に何パーセントです。そして本当に私たちが言ってたのは、やはり本ですね、絵本を中心とした読み聞かせの活動、そういうものがどんなに大事かということを言ってきたつもりなんです。先日柳田邦夫さんがですね、全ては絵本からっていう、絵本から始まるっていう本を出されましたけれども、本当に私はその本を読んで本当にそうだなと思いました。一つのお話が心を優しくしていく、そしてその心を優しくしていくことが人々にまたつながっていく、お母さんが声を出して、お父さんが声を出してその本を読むことが子どもたちに心の中に、体の中に染み込んでいく、そういう一番の原点をもう一回みんなで作り上げていく、見直していくっていうことが必要かなって本当に思っています。そういう点で私は加藤道子は人間力を高め、そして誇れる町づくり、目標は子育ち日本一の狩場市を作る、そういうところで、テーマを絞っていきたいと思っています。医療費の問題も本当に鹿沼市はまだまだ遅れています。お隣の今市は健康診断の時には胃も肺もちゃんと検査できるんだよって、鹿沼市はなんかさらっとしてるよねって言われますね。そういう点でも他の町から聞かないとそういうのは分からないわけです。それから子どもたちの医療費の問題もそうです。先日レインボーのママたちとね、ちょっとお話をさせてもらいましたけれども、一つ一つの病院のレセプトをこうまとめて出さなければいけないって、そんなね、めんどくさいこと、毎日毎日忙しいママたちができるわけがありませんよね。そういうことをしなければ申請が下りないということなんです。ですからそういう点でも最初ね、やはりもう町はこう子どもたちの住みよい町、こう仲間の住みよい町言いますけれども、実はそういうところに落とし穴がありますね。まだまだそういうところを改善して、きちっと自分たちの主張を、ママたちがこんなに困っているということを伝えなければいけないなってつくづく思っています。いずれにしましても私はまだまだ勉強途中でございます。そしていよいよ選挙は8月30日が告示で、9月の6日、今日数えましたらば36日しかありません。というか36日しかもう私に時間はないかなって思っているんですが、でも考え方としたら36日あると思って、一日一日をしっかり皆さんにお訴えをして、そして、来たるべき日を迎えたいと思っています。どうぞ皆さん、こんな私ですけれども、こんな加藤道子ですけれども、
どうか最後まで応援ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。子育ち日本一の町を目指す皆様の道具、加藤道子よりの挨拶でございました。